いで連れてくよ、海に眠る宝石を二人の。トリツカ、お前を友人として見込んで相談がある。どうしたんですか平井君、もしかして昨日のエンジェルユナタンのライブの感想ですか。どうぞお聞きいたしましょう。カーセがもし彼女だったら毎日が楽しいだろうなって言ってしまったんだが、これは告白なのかな。なんですか平井君、そのエピソードは。昨今のギャルゲーでもそんな恥ずかしいセリフはなかなか出てきませんよ。何より相談する相手が少し間違っていませんか。その自分でもなぜこれを言ったのか分かっていないんだ。やはり俺は川瀬のことが好きなのかな。平井君、まさかあなたが2次元ではなく3次元に恋をする時が来てしまったのですね。この鳥塚、僭越ながら友人としてエールを送らせていただきます。おお、久しぶりに見た。鳥塚の両手持ち縦振りペンライト、ありがとう鳥塚。俺は恋をしてしまったようだ。だが川瀬とこれからどう接したらいいんだ。今日もなんだか気まずくってお互い話しかけられなかったな。やはり現実はゲームとは少し違うな。その時思い浮かぶセリフやなんていうか行動が制限されてしまう。ふむ、何か甘いものでも買っていくか。どれにしようか迷うな。君は恵みの友達かね。恵み？ああ、川瀬のことですか。あなたは一体。おっと、驚かせてすまない。川瀬の父親です。え、川瀬のお父さん。ふう、仕事後のコーヒーは美味しいな。なんだこの状況は。一体どうしていきなり川瀬のお父さんが俺の前に現れた。もしかして俺は川瀬に何かしてしまったのか。平井君だったかな。恵みと随分仲がいいみたいだね。はい、その仲良くさせていただいております。そうかそうか。じゃあ少し意地悪な質問をしてもいいかな。めぐみのことをどう思っているんだい。どう思っているですか。めぐみさんはすごく素敵な女性だと思います。明るくって人の思いやりがあって。それで。そういうことが聞きたいんじゃない。男だったら好きか好きじゃないかの二択だ。君はめぐみのことが好きなのか。なんだこの質問は。いきなりのお父様の登場でも驚いたんだが、まさかのこの質問は意外だ。俺は今試されているのか。でも俺の気持ちはもう答えは出たはずだ。その私は川瀬めぐみさんを異性としてとても素敵な女性だなと思っております。お父様の前でこんなことを言うのはおこがましいですが、私はめぐみさんに恋をしているかと。はっはっは、君は面白い子だね。今時の若い子はそんな言葉遣いをしないよ。それじゃあそんな平井君を男と見込んで頼みがある。それじゃあめぐみ、旅行行ってくる。お土産ちゃんと買ってくるから安心しろ。龍の面倒お願いね。オッケー、家のことは任せて。二人とも楽しんできてね。本当にあの二人はいつまで経ってもラブラブだな。二人で旅行に行きたいだなんて。私もお父さんみたいなずっと愛してくれるような彼氏が欲しいな。平井はなんとなく浮気とかしなさそうだよね。って何言ってんだろう。私別に付き合ってもないのに。龍、今日と明日はお姉ちゃんと一緒だよ。よろしくね。バブ、あれ誰だろう。もしかして忘れ物したのかな。はい、どなたですか。おはよう川瀬。え、なんで平井がうちに。なんだ聞いてないのか。お前のお父さんに頼まれたんだ。一泊二日で旅行に行くから、その間川瀬と一緒に家のことを頼みたいって。いやいやいや、そんなの聞いてないって。マジでっていうか、いつの間に平井とお父さん仲良くなってたの。今私の顔面見ないで。化粧してないから。残念だがもうバッチリ見てしまった。まずい、あれ以来一回も会話をしていないからなんだか気まずいな。やばいやばいやばい、空気が超重いんですけど。何話そう。バブミルク、バブミルク、バブ。あ、そうだ、龍にミルクあげないと。あのコール始まったら止まらないのよね。川瀬、俺にも手伝わせてくれないか。
今日はお手伝いをしに来たから。ごくごく馬ごく。すごいじゃん平井、こんなに美味しそうにミルク飲んでる龍久しぶりに見たかも。そうか、それはよかった。赤ちゃんは表情が豊かで可愛いな。うちの龍は無表情なことが多いんだけどね、平井のこと気に入ってるみたい。それじゃあ龍の面倒は少し平井に見てもらって、私は洗い物済ませちゃおっかな。龍のおかげで自然に会話できた、ナイス。すやふう、やっと寝てくれたか、本当に元気な子だな。平井ありがとう。平井が龍の面倒を見てくれてたからほとんど家事終わらせちゃった。晩ご飯食べていくでしょ、私ちょっと頑張っちゃおっかな。おお、唐揚げか。やっぱり男は唐揚げが好きだからな。だよね、そう思ってこれにしたんだ。いただきます。うん、うまい。川瀬は絶対にいいお嫁さんになるな。それを言うんだったら平井だって絶対いいお父さんになるよ。パパママ。あらら、龍が起きちゃったみたい。ママママ。あれおかしいな、龍は私のことをママとか言わないんだけどな。パパパパ。次は平井のことパパって言ってるよ。なるほどな、俺と川瀬が夫婦と思われてるわけだ。もう龍ったら、私たちただの友達、同級生だよ。俺は川瀬みたいなお嫁さんがいたら嬉しいな。え、何それ、またそういうこと言う。その俺の好きなアニメでオタクな男子が絶対関わらないであろう気の強いギャルと付き合うっていうアニメがあってだな、実は意外と相性が良かったりして、アフターストーリーも結婚とかしたりして。もうやっぱりオタクなんだから平井は。ほら待ってるから早く言ってよ。そのもしかしたら川瀬は俺と交際したら将来的に楽しい未来が生まれるかもしれないっていう仮定があってだな。平井、そういう時はシンプルなのでいいの。俺と付き合ってくれ。はい、よくできました。パパママパパママ。こうして私と平井は付き合うことになりました。正反対の二人だけど、平井といるとなんだかすっごく楽しいです。へえ、こんなに種類があるんだね。どれがおすすめなの？そうだな、転生ものとか、最近はタイムリープものとかがおすすめだな。お互い趣味や価値観が全然違うから、毎日一緒にいて新鮮です。ほら、そろそろ授業始まるよ。ただ付き合って平井が少し変わったなって思うのが、どんどん男らしくなってるっていうこと。参ったな、今となっては私の方が押されてるもん。平井くん、次は三次元の扉を開けましたか。もう戻ってこれないですよ。やっぱり川瀬しか勝たん。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。